静岡県磐田市でうなぎの養殖をしております杉浦と申します。弊社の方の年間の生産量は約50トン、池数としては全部で16面ありまして、それぞれのサイズによって池を振り分けていく形をとっております。水質改善もしくは環境改善を目的として、導入させてもらいました。生存率は 95% 以上の状態を続けてきておりまして、まあ、導入した後、ざっとですが 97% ぐらいはいってると思います。そうですね、現在のうなぎの養殖で致命的なものは、病気を出すということですので、もう長年病気を出さず、無投薬という形で養殖を続けておりますので、それに NewG7 も貢献してくれてるんではないかと思っております。そうですね、水の中の環境の安定度が高まったということと、水のクラスターが細かくなるようになることによって、微生物、水の中の微生物の住みやすい状況を作ってくれるんじゃないかというふうに思っております。そうですね、弊社のうなぎは高く評価してもらって、お客さんにも喜ばれているということは、伝えてもらっております。はい、でまず、うなぎの味がしっかりしているということと、それから臭みがないというのはもとより、育てた環境も安心安全だということで評価はいただいております。